はい、皆さんこんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェット谷です。いつも私のチャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。はい、本日は2024年、2月の9日になります。はい、私は昨日ね、日本の神戸からね、帰ってまいりました。気温がね 4.5 度だったんですけども、今ただいま、カンボジア首都プロンペンですけども、朝10時、33度あります。はい、33度ありますけどもね、気持ちのいい風が吹いててですね、汗をかきません。ただいまね、ドライシーズンというね、11月から2月がね、カンボジア一番過ごしやすい時期でして、まあ暖かくて、汗をねかかないというね、もう最高の時期であります。はい、ただいまね、私たちのね、Jタワー2コンドミニアムね、42階の、スカイプールスカイバーからねご挨拶させていただいておりますね。ね、ちょっと日本から考えますとね、非常にね、羨ましいんじゃないかなと思います。非常にね、私も昨日まで寒かったですけどね、今日からね、またね、暖かいね、快適なところでね、過ごすことになりました。はい、でね、非常にね、今、日本人のお客様が多いです。はい、で、ネットで、今、他の YouTube のチャンネルとか見てましたらね、だいたいこういうの多いですよね。カンボジアで気をつけること3点とかですね、カンボジアでは何々するためには、この5個とかですね、なんかあんまりタイトルね、私、好きじゃないんですけども、まあ今回ね、ちょっと私も気づくことがありまして、カンボジアに、訪れる際に気をつけなければならないこと3点というのをね、少し私の目線からねご紹介させていただきたいと思います。はい、まず1点ですけども、この2月なんですけどもね、非常に蚊が多いです。はい、でね、特にね、気をつけないといけないのはね、みんな空港がね、非常にね、蚊が多いんですよ。昔ほどじゃなかったですけどね、もう少しね、空港で待ってる時に、チェックインする時ですよね。で、待ってたりとか、まあ、ラウンジとか、待ち合いのところで待ってる時に、ね、結構ね、足とかにね、蚊に噛まれやすくなります。はい。で、日本の蚊みたいに噛まれた瞬間に、うわっ、かゆっていう感じはなくてですね、ここの、蚊っていうのはね、後から、ね、うわっ、何か噛まれたかな、かゆいかなっていう感じで書くと、あ、蚊に噛まれたなっていうのがあります。はい。でも結構数が多いので、ね、気をつけていただきたいと思います。はい、でどうして、ね、蚊に気をつけないといけないかというのが、まあ、日本と違いまして、非常にこうデング熱に、ね、なる可能性あります。はい、デング熱なんか現地の人間しかならないのかなと思いました。私結構友人とかがですね、デング熱になっております。はい、でデング熱に関しては予防薬とか治療薬がありません。はい、で症状としてはね、1週間から8日間ぐらいね、高熱が続きます。ですから、まあ、インフルエンザでいうとインフルエンザを2回連続でやるような形になりますので、はい、非常に苦しいですからね、気をつけていただきたいと思います。で特にね、小さいお子様をもし、まあ、カンボジアとか、まあ、東南アジア連れてくる場合は、本当に蚊の対策策というのをね、しっかりやっておくべきだと思います。はい、お子様の場合ね、本当体力なくて亡くなってまう、可能性もありますのでね、まあ、その不幸なことにならないようにね、虫の特に、ね、蚊の対策をね、しておくべきだと思います。はい、虫除けスプレーはね、もう絶対にね、足とか首とかね、手とかね、もう肌の見えるところは必ず行ってください。はい、でね、これ皆さんご存知ないと思うんですけども、日本のね、薬ってね、万能だと思うんですけども、意外にね、規制があって海外のやつより弱いです。日本の虫除けスプレーっていうのはだいたい2時間ぐらいしか持たないんですけども、こちら現地のやつでしたら7時間8時間ね、持つ虫除けスプレーとかもありますのでね、気をつけていただきたいと思います。はい、あとね、やはりレストランとか行けばね、オープンガーデンのレストランね、おしゃれですから、利用する場合がありますけども、はい、これはもうお子様いるお子様いない関係なしに、ガーデンの、テーブルとか座った場合は、お店の方によって足元に蚊取り線香を置いてくれてね、言えば日本と同じ蚊取り線香を持ってきますので、蚊の対策はね、しっかりね、してください。もうデング熱かなってね、もう大変ですからね。はい、2点目はですね、はい、まあ、風景を撮るときにね、こんな感じですよね。こういう感じでね、こう撮ったりする。ね、思い出の写真とかをね、撮ったりすると思いますよね。仕事では視察の、何かね、画像をね、記録を収めようというのがありますけど、この瞬間に、スリをね、やられます。特にリバーサイドでは非常に気をつけていただきたいと思います。はい。で、あと特に気をつけないといけないのは、もう自分が撮ってる時夢中になって、とにかくバイクが近づいたら、とりあえず一旦控えるぐらいの感じにしてください。はい。カンボジア、今、首都プノンペンね、非常に治安いいですけども、まだね、ひったくりに関しては、多いです。はい。特に現地人であんまりね、現地在住の人間で、まあ、すられたっていうのはないですけど、やっぱり観光客がね、狙われていますので、はい、これはトゥクトゥクというね、小さいオート三輪みたいなの乗ってる時でも、手突っ込まれてバッと取られますから、とりあえずバイクが近づいたら用心する。そしてこう取る時はもう
画面の中だけを見るんじゃなくて、この周りを見ながら、まあ、撮影をすることが大事じゃないかなと思います。はい、これが注意点2点です。はい、で注意点3点目はですね、やはりね、今カンボジアは、リエルという公用通貨がありますけれども、基本はアメリカの US ドルが公用通貨みたいな形になっております。はい、でこんな感じでね、ドルが、これ100ドル紙幣になりますけれども、今もうほとんどがですね、カンボジアほぼ 100%、 97% で言われてますけど、ほぼ 100% お店で、今 ABA 銀行の、スマートフォン決済でお支払いとかをします。はい。で、ほとんどね、もう、キャッシュをね、使うことがありません。キャッシュ使うっていうね、もうほとんどもうチップ、1ドルぐらいのチップを渡すときぐらいでしか使いませんので、この、ほとんどね、この現金っていうのは使わないです。で、現金が、使わなくなったということで、非常に利点はですね、昔はね、もう偽札だらけだったので、もうずっとね、こんな感じでこう、見てね、チェックしないといけないのと、あとね、ちょっとでもね、こう、破れの傷があればね、これ、受け取り拒否されます。で、一番困るのは、キャッシュで渡した場合ですけども、お釣りでもらってですね、パッと後で見たら、あ、破れがあったという場合は、これどこでもね、これ引き取ってくれませんので、できたらもうキャッシュをね、使わないようにしてください。でも到着したらね、今 ABA 銀行とか、まあ他の銀行とかでもね、すぐに口座作れますから、そこでもうスマートフォン決済ね、できるようにした方が非常に便利です。はい。で、スマートフォン決済、すみません、銀行の口座開設するには最低限入国するときにビジネスビザで入るようにしてください。はい。で、銀行口座の開設に関してはね、もう私全然多分情報古いと思いますので、まあ、いろんなサイトを見ていただいて、まあ、銀行、口座を開設してスマート決済もう ABA にしてください。もう他の銀行全然意味ないですから、スマート決済だってすぐ開設できますから、で回すようにした方が非常に便利です。これ、ね、100ドル札の時に、ね、これするんで、最近、ね、5ドルとか10ドル札でもこんな形でやられても古ければもう、はい、ダメだっていう形で言われると、ね、非常に、ね、結託性悪いですから、はい。3つ目の注意は、はい、このお金のね、できたらスマホ決済ができるように、まあ、銀行開設してスマホを使うようにしてください。3点で言いましたけどね、あと4点目、これ絶対言っとかないといけませんね。やはり交通事故一番気をつけてください。はい、もうこれね、自分で気をつけてでもね、どうしようもないです。なぜかと言いますと、ここ全然ね、交通ルール守らないです。まずね、このバイク乗るのはこれ免許いりません。だから小学生くらいの子は免許も乗っております。で、逆走ありありですけど、まあ、ですから自分が気をつけてても向こうからね、無謀な運転っていうのがあります。はい。で、特に気をつけないといけないのはもう夜ですよね。夜はもう歩道を歩かずに、必ずもうタクシーかトゥクトゥク乗るようにしてください。はい。もうここ交通事故あって、事故あると救急車なんか形ありますけど、全然救急量なんかできてないですから、もう交通事故あったらもう死んだと思ってください。はい。死んで保証などもうほとんど出ないですよ。本当引かれ損っていう形になります。はい。で、夜になると信号も全くこう守らないです。信号を守った方が逆に後ろから追突されるんじゃないかなということで、さらにみんな信号を守らないです。で、さらに夜11時以降はもう飲酒運転がひどくですね、飲酒運転の暴走でもう人がしょっちゅうね、亡くなってますので、本当交通事故対策ね、対策できないです。これはっきり言って、自分はまず夜は夜道歩かないと、絶対自分は安全だとか、自分は大丈夫だと思わないでください。あ、それとね、カボジャ人なんですけども、車の運転、バイクの運転の時に、まあ、左が通行なんでね、この、右に右折するときに、左とか全然見て、とりあえず自分が向かう方向しか見てなくて、反対側とかもね、向いてませんから、非常に事故の確率も高いです。はい。もう交通事故を遭わないためにも、まあ、とりあえず、歩かないと。はい。とりあえずもう、少しの距離でもね、乗り物を利用すると。はい。でも夜は、絶対11時以降は、出歩きしないというね、気をつけていただきたいと思います。3点で言いましたけどね、4点、カンボジアに、訪れる際の気をつけるべき4点をね、お伝えさせていただきました。はい、以上ね、カンボジア不動産チャンネル、ここで終了いたします。次回更新をお待ちください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。本日もご視聴ありがとうございました。でもね、この快適なね、カンボジア首都プノンペンに来ていただいてね、ぜひともね、楽しんでいただきたいと思います。暖かくて非常に気持ちがいいです。それでは皆様、See you!